よし、飲むぞ。あれ、もうないの？終わっちゃった。マジかよ。よし、暴露します。登録者10万人の月収は、はい、決めろ。エメリです。よいしょ。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、本日は何でしょうか？本日はですね、登録者10万人の月収大暴露。よいしょ。ということで、またいやらしいお金の話になります。はい、皆さんがね、大好きなお金の話ですよ、お金。でもね、さすがに、やっぱ、シラフでは、あのお金のね、はい、ちょっといやらしい話はできないので、もう、サムネタイトル見てわかるように、はい、ちょっと今日は、こちらの、ちょっとお酒の力を借りようと思って。はい、で、僕、シラフでは、こういうね、いつも友達とかと飲むときも、酔った瞬間、お金の話になるわけよ。いや、お前、友達とかと飲まないでしょ。だって、ずっと家で俺と宅飲みじゃん、お前。いや、お前、それ今言う必要なくない？黙れ。いや、格好つけんなって。何言うんだよ、俺。今日はガチガチに酔っ払った後に、月収大暴露します。よいしょ。はい。まあ、でも、酔っ払わなかったら言えないんで、酔っ払うことを願ってみんな。いや、大丈夫。最初ちょっとショットしよう。お兄様、僕が入れます。入れて。多分このグラスの方が高そうだけど、このウィスキーよりグラスが高いって。僕らね、普段ウォッカなんだけど、今日はなんかウィスキー。いや、お金と言ったらなんかウィスキーじゃん。こうさ、片手ウィスキーにさ、こうなんかロシアの女の子を踊らしてみたいな。うわ、やらしいなお前。じゃあまずちょっと乾杯だけ失礼します。はい、乾杯。乾杯。10万人改めておめでとう。皆さんありがとうございます。あ、そういえば僕ら10万人突破したんですよ。ですね。本当に皆さんありがとう。これからもついてきてください。ありがとうございます。よいしょ、乾杯。乾杯。え、ショットすんだっけ最初。ショットって言ったよね。ごめんなさい、失礼しました。せーの。久しぶりのウイスキー。うピー。これは来るね。鼻に来る、鼻に。いや、もう俺いろんなとこに来た今。ちょっといろんなところに来た。もうちょっと話戻そうか、はい、最初はちょっと YouTube 始めた当初の、まあ最初の方のちょっと月収から話していく。そっちから言うか。じゃあそうやな。そう、ちなみに僕ら去年の11月頃、ちょうど1年前にその YouTube で、はい、収益を得られるようになったんですよ、はいはい、でその最初の月の月収って皆さん気になるでしょ、YouTuber の一番最初の月収、これならもうすぐ言えます。一杯で言えるっていう。これはもうね、はい、言っていいと思うね、まあ、うまい棒で例えてみよう。うまい棒。うまい棒で何、うまい棒、何本いける？うまい棒で例えるの。いいじゃん、面白いし。確かに面白いな。何本うまい棒。ね、一番最初の月収 YouTube では、 YouTube だけの一番最初のね、衝撃級は、うまい棒でだいたい30個。ね、そんぐらいだよね、30個です。だから1日1個うまい棒を食べたら生活できるぐらい。まあ俺ら2人だから、うまい棒一つは半分に切って1ヶ月。まあ、15本だね、1人。そう、1人15本だったんですよ。ちょっともう本当に悲しく、まあ僕らもね、いろいろね、頑張ってきました。はい、で、まあその後、ちょっとお前飲めよ、お前。全然このままじゃお前ね、今の月収発表できねえよ、みんなに。もう一杯飲んだら、翌月の月収も公開します。氷がでかくてさ、口に入んない、あんま。来るね、来るね、来るね。いいね、いいね。次の月収も言える。もう、ろれつ回ってねえわ。次のいける？僕、意外とお酒弱いかもしれない。いや、こいつ、マジでお酒強いからね。はい、それ言うなよ、お前。すごい今、謙虚出したけど、めちゃくちゃ強いからね、YouTube ではさ、僕、お酒弱いんですよとか言っとけよ。それは可愛い女の子がやるやつ。お前はね、ちょっといかつくね、パパ活してるね、お前がパパになった気分で、おら、お酒強いからな、おら、女の子集めろ、みたいな感じやんないで。そっか、それ女のセリフだったら。お前はね、男らしくね、女性を可愛がるから、あそこのユミちゃん、お酒弱いな、おら、俺が出しちゃうよ。もう酔っちゃったの？とりあえず入れて。いや、そこの髪触んないでも、今動画撮ってるからさ、これさ、どうするよ、今。じゃ今、パパ活の、役やれって言ったら。で、俺がパパ活してる女の子？そう。もういいけど、お金ちょうだいじゃん。タクシー代はいくらでも払うから。え、ほんでね？俺タクシーじゃないんだけど、飛行機なんだけど。まあ、とりあえず帰ってくんなよ、もう。いらないよ。ちょっとまだ今月の月収はこの程度じゃまだ言えない。ちょっとろれつも回ってないけど。そう、今動画始まって大体、まあ、カットもあって、多分今10分ちょっと経ってるんで。はいはい。まあ、若干余裕回ってきてんじゃない？初月給がうまい棒30本の？その次の月は大体60本ぐらいでした。2倍ぐらい。そうやな。で、そっからまあ数ヶ月経って半年ぐらいで、まあ、駐車場代、これ前みんなにも話したけど、駐車場の半分ぐらい、まあうまい棒で言うと、1万本ぐらい。1万本いくね。まあ、うまい棒で例えるとすごい数高く見えるけど。1万本っつっても大体その都内の駐車場で、まあ高いところぐらいって想像してください。せやな、せやな。はいはい。とりあえず飲もうぜ。やめとけ。ガチでまだ言えない俺。なんか俺さ、ウイスキー飲んだ後さ、プルプルさ、震えてくるの、いろんなところが。プルプルどこがプルプル震えるんだよ。ブルブル。ブルブル。まあ、顔だけブルブル震えるのはいいんだけどさ、飲みすぎると、俺ちょっとさ、
あの下の方がさ、あのビクビクしちゃうの。お前お酒飲むとね、あのこう立たなくなるんだよ。あの逆なんだよ。あの性欲は湧き出るんだけど、お酒飲むと立たなくなる。だって俺酔っ払ってきた、やめて。何の話になってる。やめて、汚いお下品な話、はいはい、するなってお前。はい、とりあえず飲め。じゃあ一杯、はい、一杯じゃない、乾杯。間違えた。乾杯を一杯っていう。お前酔い早いよ。ちょっと待って、みんな待って、こいつはどういうチャンネルだよこれ。もういいよ、こいつは本当にね、ガブガブ飲むから。俺もさ、お兄ちゃんとしてついていかないといけないのわかる。やめなさいお前、家でバカみたいに宅飲みでウイスキー飲むもんじゃないから。いや、収入今日あの暴露するんで、こんぐらいやんないと。まあみんな結構気になってると思うんで、はい、あのみんなから見たら、お前ら飲め飲め飲んで早く暴露しろって思ってやろ。はい、だろ。とりあえずさ、もう本当にちょっと一回酔うまで飲んでみよう。俺もう酔ってきた。早く酔うまで一回飲もう。もう酔ったって。はい。いただきました。何杯飲んだ？ちょっとショットパーティー今したんだけど。15分、20分ぐらい経ちましたよ、ね、で、今ウイスキーは7割、8割終わりました。だって俺髪とかさ、なんか電気ビリビリ浴びたみたいな感じで、いやーこれ。ちょっとこれ以上飲むとガチで俺吐きそうなので。恥ずかしい大人だな。登録者10万人の本題ですよ。こっからが本題ですよ。登録者10万人の月収。もう、あの先月振り込まれた月収を暴露します。ちょっといいの？はい。いきます。登録者10万人の YouTuber の月収は、ダダ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 ダ万割る10は答えは10万です。10万本ということで、うまい棒が10万本、10万本、 10万本っていうの、うまい棒が10万本買えます。まあ、だいたいだよ。もう今税込みどうなってるか分かんないけど、はいはいはい、まあ、大体、まあ、大体そんな感じなんで。お前一生うまい棒を食って過ごせるんだよ1ヶ月で。いやいや、うまい棒は食って過ごしたくないけど、なんか美味しい、まあ、おいしい、なんかな。まあまあ高級焼肉で言ったら大体まあ、 あの10回行けば終わります。やめて、ちょっと俺この動画あんま気にんないわ。はいはい、まあまあってことで、これで分かったでしょ。登録者10万人の月収。でもこれは本当に YouTube だけでの月収です、うん、で YouTube だけで本当に、はい、初参加で行ったの、はい、うん、まあごめんね、酔ってるからちょっと話つまんないかもしれないけど、本当に申し訳ないです。マジで酔ってるんで、はい、僕ら実は今まで3桁突破したことあったの。これは YouTube では初めて3桁行ったんだけど、他のモデルの仕事やその CM の出演料とか合わせたら、過去にもね、前も最高月収の動画でも行ったんだけど、ちょっと水普通に3桁越してるんですよ。経験者なんだけど、やっぱ YouTube、 僕らの作った動画だけで3桁ってなると、なんか嬉しいんだよね。自分がさ、生産者なわけじゃん。生産者の僕らが作った動画で3桁突破できるってなると、本当にもう皆さんが本当にね、応援してくれてるんだなっていう実感を持ちながら。そうね、何言ってんだ俺。お前ちょっと話長いな今日。まあまあってことで、初 YouTube だけでもね、うん、まあ、3桁行きましたよと。はい、まあまあ、みんなこれが聞きたかったんじゃないの、うん、俺らのこと酔わせてまでね、まあ、多分お酒の力なしで俺こんな話さなかったけど、やっぱお酒はね危ないんで、本当にね、ちゃんとね、ちゃんとしたところで、ちゃんとした人と飲んだ方がいいと思います。はい、僕みたいに失敗しないけど、僕お酒飲むとすぐ腰出すんで。いや、お前らこする相手いねえじゃん。まあ、僕らは3桁で止まる男じゃないし、エネスも言ってたように、本当にね、はい、まあ、目指せ、まあ、4桁っていうの、うまい棒で言うと、はい、目標は100万本。100万本かな。うまい棒100万本突破するまで YouTube やり続けます。よいしょ。ということで、まあ今日はこんな感じで、皆さん本当に申し訳ございません。はい、ちょっと飲んじゃったね。うん、俺編集もできないし、ちょっとこのままベッドいいんだね。はい、そうだね。まあ本当にちょっと生々しい話になっちゃったかもしれないけど、エンディングだけちゃんとさして。本当に別に、その YouTuber ってさ、10万とか突破するとすぐ調子乗る人いるんだけど、うん、僕らはそうなりたくないし、別に3桁はそんな僕らにとって大きな数じゃないし、企画で飛ぶし、そう、残らないっちゃ残らない、まあまあ、これでもね、本当にまあ、もっと大変な人
ているんで、うん、これにもね感謝して生きていかないといけないけど、うん、まあやっぱねあの仕事はねモチベーション高く持ってやった方がいいから、俺なんかこういう時の方が話うまいからいっぱい飲むわ。てことで本日の皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でおいしょっしょバイバイ。よっしゃ。何言ってんだよ。こんなん麦茶だよ麦茶。やってらんねえマジやってらんねえ。もう麦茶いるときはさウイスキーってみんな思うでしょ。あ思ってるお前。こんなの麦茶だよほら。当たり前だろこんなこんなほら。まあみんなにはさくれぐれもバレないように。麦茶万歳お前バレたらやべえよ本当に。これはガチでバレない方がいいマジで。あのいつもバレてるけど今日はバレない方がいい。これ何？えついてる。あまだついてんのお前これ、ね、これこれ、うん、これ何お前これサントリーがちげえお茶割りだよそれ。あこれ何炎上になる。これ麦茶麦茶炎上だよおい。